はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。千葉県の鴨川グランドホテルに宿泊しております。まずは前回の動画ですね、概要欄 URL よりそちらの動画をご覧いただけたら嬉しいです。3、4ヶ月前に鴨川グランドタワーの方に、このホテルの向かいにあるんですけど、そちらに宿泊しまして、今回はですね、鴨川グランドホテルということで、同じぐらいの金額で泊まれたので比較をしてみたいなということもありまして、今回は宿泊しております。で、前回の動画が鴨川グランドホテルの部屋と建物の紹介をしておりますので、ぜひご覧ください。すごくいいホテルですね。で、今少し休憩をして、本日も素泊まりで宿泊してますので、前回行けなかった居酒屋さんに行ってみようかなと思っております。まだね、5時前なんで外明るいっすね。テラスからの景色はこんな感じなんですけどね、海が見えないんですよ。残念ながら景色は鴨川グランドタワーに泊まった時の方が全然いいですね。ちょっと寒くなってきたぐらいだな。それでは今からですね、あずま食堂さんだっけな、鴨川ですごく評価のいい居酒屋さんに行ってみます。予約してないんで入れるかどうかが不安ですね。ホテルのバイキング準備してますね。今回はこちらでは食べないんですよね。鴨川グランドタワーの方へ向かいます。この先にあるんですよね、その居酒屋さんが。ここ前荒れ地だったのに、もう何か立とうとしてますね。そして、今から向かう居酒屋さんがもうほんの50メートルぐらい先ですね。着きます。ふざけ、やってないんだけど。前回日曜日に来てやってなかったんですけどね。で、今回は平日を選んできたんですが、やってなかった。マジかよ、今途方に暮れてますよ。だから危険なんですよ、観光地での個人経営の居酒屋さんとか飲食店、突然休むことがあるから、事前に情報を得ておかないとこういうことになっちゃうんですよね。まあまあ、これも一つの旅の醍醐味ではありますけどね。ただあと鴨川に関しては周りに居酒屋さんたくさんあるから、最悪食えるところはあるんですけどね。ただね、前回からずっと楽しみにしてた居酒屋さんで、口コミ評価も良くて楽しみにして、歩きながらですね、飲食店をチェックしてました。まあ前回みたいにファミレス飲みもいいんですけど、最初はやはり地元の居酒屋さん行きたいなということもあったのですが、かといって前回のようにすげえ遠くまで歩きたくないんで、まあ、歩く気力も失せちゃったんで、近場のガヤガヤさんという居酒屋ですね。口コミ見たらね、すげえ低いんですよ。まあ、なんでそんなに低いんだろうって思うぐらい低くて、ちょっと行ってみようかなと思います。まあ期待値は初めから低いので、そこまでひどくはないと思うんですよね。近いので行ってみます。潮騒市場、バームクーヘン工房と回転寿司とカフェみたいのがあるんですけど、そのど真ん中に見えるのが
ガヤガヤさんですね。ちょっと隣の車のナンバーが映っちゃうからこれですね。入ってみます。大ジョッキあるじゃん。しかも安い、700円。普通に安いんだよな。大ジョッキ来ましたよ。ビール量多いわ。乾杯。刺身4点盛りですね。身はかなり分厚い。そしてアジフライ、これもかなりでかいです。いただきます。アジフライ分厚いっすよ、これ。刺身もね、分厚くてうまいんすよ。これ4点盛り1200円は安いんじゃないの？串焼き5点盛り、いただきます。この焼き鳥は店の前で炭火で焼いてましたね、さっき。濃いめのレモンサワー、美味しい。これ450円よ、安くない？最後に揚げ出し豆腐も頼みました。ごちそうさまでした。あのね、さっき Google 口コミ評価を見たんですけど、この店の口コミ評価 2.8 だったんですけど、 2.8 はないかな。俺があの今さっき言った感じで居酒屋としては 2.8 は絶対ない。あの 2.9 はね絶対ありますね。っていうのは冗談で、あの今日注文した食べ物とか飲み物に関してはこれといって特筆してすげーうめえと思ったものは正直ないかもしれないですけど、普通に美味しかったですね。観光地にしては安かったし、店の雰囲気も私は好きですね。地元や観光地とかにあったら普通にリピートするレベルかもしれないというのが私の感想でしたね。評価 2.8 っていう前情報がある状態でこの店に行ったら逆に穴場かもしれない。あの全然行って失敗したとは思わなかったですね。それではホテルに戻りまーす。では夜の館内散策行ってみましょうか。ゲームセンターとか空いてるはず。右のお店はもうこの時間帯は閉まってるみたいですね。ミュージアムをやってるな。昼間に見に行って開いてなかったゲームコーナー見に行ってみます。まだバーとかはやってなさそうだな。8時前だからな。ゲームコーナーやってた。見てみます。今あのまだ宿泊されてる方はご飯食べてる時間帯なので結構広い。スロットパチンコ多いな。やりたいね。たまらんねこれ。
まだカラオケとこのバーは時間が早いから8時以降だもんね。やってないね。やるのかな、どうなんでしょうね。プールがある場所に来たんですけど、すげえ雰囲気ですね。この漂う南国リゾート感めちゃめちゃいいわ。ここのソファーに座って語らいたいですね。部屋戻ってきました。また雰囲気が一段と良くなってますね。眠い、寝そうだわ。やっぱり寝てしまいましたね。2時間くらい寝ちゃったかもしれない。では夜の露天風呂行きますか。露天風呂入って晩酌して寝ようかな。気持ちよさそうだね。今日結構外寒かったんですよ。では風呂入ってきまーす。温泉入ってきました。あっちー長居はできないな。ただすごく運が良くてほぼ貸し切り状態でしたね。マジで運が良かった。露天風呂に関しては貸し切りでしたね。内湯とサウナがね混んでたかな、まあ、混んでたって言っても 2,3 人ぐらいしかいなかったかな。マジでラッキーでしたね。今外で涼んでます。ではいつものように軽く晩酌をして今日は寝ます。水が部屋にあるのはすごく助かりますね。いやーマジでグランドホテルも本当に泊まってよかったっすね。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝6時ですね。ぐっすり寝ました。今日はこの雰囲気だと雨っぽいな。では朝風呂行ってきますか。温泉入ってきました。涼みに外出たんですけどね、雨やべえわ。朝温泉気持ちよかった。 4,5 人ぐらいしか入ってる人がいなかったのでもうほぼ貸し切りみたいなもんですね。ただこの雨だとグランドタワーから歩いて朝風呂に入りに行くの結構大変なんですよ。多分自分はね入りに来た記憶ありますけどね。でバイキングの会場から凄まじくいい香りがして一気にお腹空いたので私も朝食を食べます。朝ごはんいただきます。大きなクロワッサン2つとコーンスープです。お腹が満たされましてコロコロ休憩してます。今日重大なミスを一つしまして、スマホの充電器を忘れるという。1日ぐらいだから充電しなくて平気かなって思ってたんですけど、朝も夜もスマホ触りたくてしょうがなかったですね。もう暇でしょうがないんですよ。することがない。どれだけ自分が
スマホに依存してるかっていうのが分かった。マジで。ふと思ったんですけど、このロフト部分のこの仕切りっているのかな？何のためにあるんだろう、これ。そろそろ行きますか。ありがとうございました。チェックアウトします。こちらメゾネットの2階部分のテラスですね。テラスからの景色から、エンディングを撮りたいと思います。いかがでしたでしょうか。鴨川グランドホテル素晴らしかったですよね。これはリピート確定宿です、間違いなく。そしてですね、気になっていた鴨川グランドタワーと、いろいろ比べてみると、価格は今回のプランで比較すると素泊まりで1人8000円ぐらいで同じくらいなんですけど、大きな違いは何だろうな。チェックアウト時刻、温泉までの距離、キッチンの有無と、あと景色はもう全然違いますね。部屋の広さはプランによっては大きく変わってきますけれども、今回宿泊したプランではどちらも広かったですね。あとは、グランドホテルの方だとオーシャンフロント、海が見える部屋は、おそらくだいぶ値上がりはすると思います。正直ね、同じ宿泊料金の場合だとどちらがいいかっていうのははっきり選べません。もうどちらも良すぎますね。何に重きを置くかで、どっちに宿泊したいかは決まってくるかなと思いました。温泉にたくさん入りたい方はグランドホテルの方が絶対いいですね。グランドタワーだと少し遠いので正直入りに行くのがめんどくさいかもしれないですね。あとはチェックアウト時間がもしグランドタワーの方も10時だったら間違いなくグランドホテルの方を選びますね。チェックアウト時間が遅いっていうのは結構自分の場合だと朝ゆっくりしたいことも多いからギリギリまでいたい時もあるんですよね。その時はグランドタワーの方がいいかな。一緒に行く人次第でうまく分けたりしそうですね。今後は寝起きの1時間の差はかなり大きいですからね。というわけでだいぶ長くなりましたけれども、とにかくどちらに泊まっても間違いなく後悔はなさそうなお宿なので、すごくおすすめしたいと思います。というわけで皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。